はい、どうも世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつで今回は3月になったので、新たに変わった新章交換ラインナップ一緒に見ていきたいと思いますが、その前に第3回放置少女人気キャラ総選挙、はい、今予備選が終わってグループリーグ突入してますが、はい、なんとチョコメちゃん D リーグ進出しました。いや、めでたい。はい、おかげで昨日は美味しくビールがいただけました。ギリギリ8位枠通過ということで、リーグ突破かなり難しいですが、まあここからが本番ですからね。もう私はチケット全部使い果たしましたが、ここからもう一踏ん張り応援していきたいと思います。チョコメちゃんファイト。はい、とつで戻りますが、今回の新章交換ラインナップ、はい、宗神と炎術と蓮舫、劉邦、宝徳、純優に宗光と、ああいう並びになってますが、はい、まずその前にこちらですね。はい、今回メンテ明けから椿翡翠、紅翡翠10個で交換できるやつが並んでますので、はい、まあ30個かかっちゃいますが、これ必ず交換しておきましょう。で、今回の新章交換ラインナップ、なかなか粒揃いで優秀な副将ちゃんたちが多く、見ていきますか。はい、先に結論から言うと、今回 A 評価が宗神、炎術、宝徳、純優の4体と、ちょっと上4体固まっちゃいましたね。まあ S 評価は今回いませんが、 A 評価となかなか評価のいい副将ちゃんが4体と、で B 評価が蓮舫と劉邦で、最後 C 評価の宗光と、ああいう形になってますが、今回の百花美人の新章交換ラインナップ、おすすめの副将ちゃんどういう風に決めてるかっていうと、はい、評価基準としては、まずは今回の新章交換ラインナップにこの1年間どのぐらい顔を出したか、だったり、あと今同時に実装されている羅針盤なんかにも何回顔を出した経験があるか、であとは万事万能屋ですね。はい、こちら今月の万事万能屋に同時に並んでいないかっていう部分をチェックしてきました。で、まず万事万能屋から見ていくと、炎術だけ丸ついてますが、はい、今回の万事万能屋の SSR 副将セレクト、はい、この中に炎術だけ含まれていますので、まあ炎術はこっちから取ることもできますよというところですね。まあ今回 A 評価たくさんいるんで、まあ無理して新書交換券だったり紅翡翠消費しなくても、一応ルートが炎術は別途用意されてるってところですね。はい、なんでまあここ B 評価でもいいかもしれませんね。まあそこまで新章交換にこだわる必要もないかなってことで、はい、ちょっと下げましょう。はい、じゃあその上でこの新章交換ラインナップ、この1年でどのぐらい顔を出したかですが、宗神と炎術が1回も来てないんですよね。同じ SSR キャラなんですが、かなりレアな副将ちゃんになっており、数少ない並ぶ機会があれば取っておきたい副将ちゃんと。で今回、はい、走行以外その他も1回しか顔を出してないってことで、まあみんな結構レアなんですよね。まあちょっと前までは結構新キャラの SSR がここ並ぶ傾向あったんですが、最近昔の副将ちゃんが結構顔を出してくれるようになって、まあ贅沢な悩みですが、レアな副将ちゃんかなり出てくるようになりました。まあ走行なんかは結構常連ですね。でもこの時点で C 評価ですね。走行は百花美人の流血枠として昔から定期的に顔を出してくれてますね。はい、なんでここ上6体が評価高いというところで、次羅針盤、はい、星の羅針盤にどのぐらい顔を出したことがあるかですが、これに関しては結構今回のメンバー、炎術だとか宝徳、走行とか蓮舫顔を出しており、まあ羅針盤からも取る機会まずまずあったというような副将ちゃん。純優ちゃんあんまり来てませんね。はい、で劉邦と宗神に関しては羅針盤今まで全く顔出してないキャラクターだったんですが、実はまあ今と書いてますが、はい、今回の今の羅針盤ですねの SSR の星願いガチャの中に、はい、劉邦と宗神ですね、2体とも名前が乗っかってるってことで、まさかの百花美人と羅針盤で被っちゃってるっていうような形に今なってます。はい、で今回その他のキャラクター、楊州、馬長、美婦人となっており、まあこれ百花美人の新章交換で劉邦と宗神、まあ今回もし取ってしまえば必然的にここの2名が登用済みになるので、まあ星願い SSR ガチャっていうのは未入手の副将を優先的にドロップするようになっているので、まあ、劉邦宗神百花美人で取ってしまえば、おのずとこのカプセルが楊州、馬長、美婦人の3択のカプセルになると。はい、とつでまた後で星の羅針盤の評価動画も出しますが、まあ、楊州や馬長、美婦人なんかが欲しい方は劉邦宗神、まあ今回 A 評価 B 評価のキャラクターですが、をここから取っちゃうのはありかもしれませんね。はい、ちなみに実際に交換して星願い SSR ガチャの中身見てみましたが、馬長ちゃんに関しては、はい、こちら武将の馬長ちゃんではなく弓将の馬長ちゃんですので、はい、その点ご了承ください。まあ武将が良かったって人が多そうですね。まあでもこの前弓将馬長ちゃん MR 暴かして、まあ特に196ステージ以降のボストッパー最強キャラクターであるということが分かっているので、その取っかかりの SSR こっから取れるって意味では馬長に近づいておくのはありかもしれませんね、戦術として。はい、なんで今回まず一つ伝えたかったのは、この劉邦宗神の2人が羅針盤かぶりしてるんで、それを利用したテクニックで馬長狙いに行くっていう道筋がありますよってところですね。はい、将来的にボストッパー考えてる方はまあ十分ありなルートかなと思います。はい、でその他評価項目としては、まあスキルですね。まあスキルといっても SSR の副将ちゃんなんで、投与した後覚醒弾だったり育成弾、訓練書なんかを使ってるような育成リソース割く余裕はないので、まあ取ってすぐ全く無育成でも使えるスキルを持ってるかどうかが評価基準になりますが、はい、今回のメンツだと、まあスキル的にはまあ宗神なんていうキャラクターが敵3名に対して 50% の確率で2ターン箱をつけることができて、まあ敵の耐久を落とすことができるんで、まあ戦役やボスなんかで火力の足しになる副将ちゃんで、はい、なかなか優秀ですね。はい、まあ宗神の場合攻撃ミスったとしても SSR
SSR の送信から箱を付与しに行けるんで、ミクセだと命中も低いんで、あそこもナイスかなと。まあ、ただ箱キャラクターに関しては最近今月の小西ちゃんだとかも、まあ、UR で箱を連撃でばらまいていくキャラクターがいたり、まあ、ちょっと前だと、はい、ここのウッキーちゃんなんかが敵4名に対して 70% の確率でミスっても付与できる箱、はい、防御力も 80% ダウンと強力なやつがあるんで、まあ、今無料配布系の UR キャラクターで箱キャラクターだいぶ増えてきてるんで、まあ、スキルはそんなにこだわらなくていいですかね。はい、バフ剥がし系なんかも、まあ、リュウホウ敵3名に 50% の確率で剥がせますが、まあ、ちょっと前に連続して、まあ、シマサコンだとかが連撃しながら 100% の確率で4回バフ解除ができたり、まあ、整合解除までシマサコンできますからね。はい、コウゼンリっていうキャラクターが同じく無料配布で HP が低い相手を狙ったピンポイントの緑バフ剥がしなんかができたりと。はい、最近無料配布でもここら辺のバフ剥がしや箱なんかはよく提供されてますね。逆に準優みたいな敵3名に凍結一旦 80% の確率でつけるような、はい、足止めキャラクターに関しては、まあ、最近の配布キャラクターなんかでは全然来ておらず、はい、このポジションは結構貴重だったりしますね。序盤の対人戦なんかでも準優応援出して、まあ、相手の東白の足止めをしてる間にこっちの東白が先手取るみたいな形も作れるし、準優のスキル1の3名 80% 凍結に関しては、はい、SSR で、まあ、広範囲で確率の高い足止めを狙っていきたいのであれば準優めちゃくちゃおすすめですね。はい、で最後奥義ですね。はい、奥義に関しては今回マル評価が送信演術報徳準優となってますが、まず送信に関しては体力レベかけ20と攻撃力 2% アップする奥義、まあ、両方ともそこまで効果大きくないですが、 SSR3 体と UR1 体というような感じで、まあ、解放難易度が優しめだったりする奥義に複数絡んでるということで、まあ、ちょっと挑戦者あんまり顔出してくれませんが、まあ、解放難易度の低さでギリギリ丸評価というのが送信。はい、演術に関しては、はい、奥義としては解放しやすいの1個しかありませんが、まあ、HP7% 上がるとなかなかの上昇量になりますね。まあ、ただ孫権がまたこれもちょっとレアな SSR なんで、まあ、演術もギリギリ丸ですね。もうほぼ死角です。はい、で丸評価は報徳、まあ、報徳に関しても UR1 体と SSR3 体で防御力アップの奥義があったり、 SSR4 体で会心地と命中が上がる奥義なんかにも絡んでますが、太子寺ってキャラクターが VIP6 にならないとゲットできないキャラクターなんで、無課金の方はこれないものと思ってください。はい、まあ、ただ下見ていくとまだ UR2 体と SSR2 体の防御力アップ奥義なんかに絡んでいたりと、はい、奥義のバラエティがかなり良く、まあ、今回ボリュームとしてはナンバーワンですね。まあ、また馬長ちゃんの武将がなかなか出てこないんで、あと角ちゃんなんかもちょっとレアですね。はい、ここら辺がちょっと難関ですが、奥義としてはとても優秀。はい、あと準優丸って書いてありますが、ごめんなさい、ここ三角ですね。はい、別の副将と間違えました。はい、なんでここ判断のところも A じゃなくて、はい、B になりますね。はい、失礼いたしました。はい、で準優ちゃんに関してはさらにこちら百科美人の限定ガチャ、はい、ここの部分に実は最近並んできており、はい、この百科美人の限定ガチャ13名ラインナップには名前載ってませんが、1週前の百科美人のメンバーの中に準優ちゃんいたんですよね、一瞬だけ。で今週今法政まで来ており、まあ、この後鎮球細分岐文王諸葛金と来てまた素樹にループするのか、それとも周宗や準優みたいな一瞬顔出したキャラクター含めてくるのか、まあ、ちょっと気になるところではありますね。まあ、ただおそらくこの13名で決まりかなと思いますので、まあ、準優ちゃんは来ないかなと思いますが、はい、ていうかまああと5週後にははっきりするんで、はい、3月限定ガチャ5回分見れるんで、はい、ちょうど3月31日の限定ガチャで諸葛金の後周宗になるか素樹になるか見れるので、まあ、そこまで粘って判断先送りにするのもありかなと思いますんで、はい、準優ちゃんは基本生還がいいかなと思いますね。現時点ではあまり焦らずにいきましょう。はい、で資格評価の電報や流報に関しては、はい、電報ちゃん奥義1個だけちょっと弱めのやつで UR3 体 SSR1 体と、はい、流報に関しても攻撃力 2% だけ上がる奥義、まあ、これ解放難易度安いんでまずまずですが、はい、1個だけとなっており、資格評価、はい、ということで総合評価すると、はい、A 評価送信と報徳だけになっちゃいましたね。はい、2体だけになっちゃいましたが、まあ、送信なんかは今回狙いに行っちゃっていいんじゃないですかね。レア度的にも奥義的にもスキル的にもまずまずと。であとは羅針盤と連携取りたいのであれば流報なんかも選択肢としてあり、あと単純に奥義が優秀な報徳、報徳も狙い行きたいですね。なんで、まあ、今回余裕があれば送信報徳最優先から演術だったり流報に降りてくる感じですかね。でその次電報っていう感じで、まあ、下2人はゆっくり見てていいかなと思います。はい、ちなみに報徳に関しては今この総選挙の SSR 副将宝箱の中に名前ありますが、この箱かなりいい副将ちゃんたくさん揃ってるんで、まあ、報徳百科美人から取れるのであればこれ除外していいと思います。はい、ここから取るのは逆にもったいないかなと思いますんで、はい、他のレアな挑戦とか孫権とか甲冑だとか狙っていきましょう。はい、あと課金される方は副陣の釣り場からも、はい、カプセルの中に電報含まれてるんで、まあ、これがっつりお金かけて電報まで取りに行くっていう方もここから電報取れるんで、ここの電報枠は潰れますね。はい、なんで報徳送信演術流報って感じですかね、狙い目としては。参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
する。押す。押す。押す。